17年間、まあ、保育のいわゆるその幼稚園の先生とか保育園とかで17年間ですね幼稚園の先生されてたと。そこから急にですねセラピストに転身されたと、まあ、すごい勇気があったと言ったと思うんですね。それでは、登場していただきますね、はい。日本美人協会代表の佐々木由美と申します。東北は山形県に在住です。まあね、本当に日本美人協会と言いますとね、なんかこう皆さんいろんなイメージがあると思うんですけれども、先ほど言われたように、内面そして外面両方合わせて美人ということで、この名前を付けました。で、私はですね、結構その若いもう19ぐらいの時からその家族が次々とこう亡くなっていくっていう経験をして、もう本当に息もするのも苦しいような、そういう人生だったんですね。うん。なんで生まれてきたんだろうとかね。うん。なんでこんな人生になってしまったんだろうとか。その、もっと生きられた、私のね、兄弟の分まで、私はもう生きる。うん。よし、私は2番生きるぞ。何か頑張れるものがないと、人ってやっぱり生きられないですよね。うん。本当に命の危機を感じて、うん、その時もちろん顔もげっそりやつれました。やっぱ女性ですし、鏡を見た時に本当にもう泣き崩れてこんな顔になってる自分っていうのは見たくない、うん、っていうのがありましたし、で、まあ、そこで、うん、リフトアップとかね、そういう言葉が魅力的に聞こえてくるんですよ、すごく。一番大事なのって結構自分のマインド、自分軸っていうか、あと、やっぱね、自分が3年後、5年後、どうなってたいかとか、本当に未来からゴールを決める、それをこう紙に書いて具現化するとか大事ですし、起業するにはマーケティングとか、それも技術の一つです。まずは自分を知ってもらうために発信する。自分を選んでもらう理由、これがないとやっぱり選ばれるってなかなか難しいですよね。未完成さあ言いましてから鎖骨までを1、2、3、4、5、6、耳の脇肉で1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6。で、これをですね、奥歯に当てて甘噛みしてください。で、30秒。右に左に回して、4回。こう、こう。すごい。小顔になると、やっぱり、その、顔が小さいと、その、やっぱりバランスなんですよね。何でも全部。7頭身とか8頭身とか、バランスが、スタイルがよく見えるんですよね。美しいって、すごくこう、波動がすごい高くってエネルギーがすごいんですよね。私も40代なんですけど、40代になってくると特に色使いが重要になってきます。カラーメイクもそうですし、要するにこう、うん、自分の見せ方、自分をこう美しく見せる、うん、メイクにしてもね、色使いにしても本当に自分が一番美しく見える色とか、それを知ってどんどんその自分の魅力を出していってほしいなって思うんですね。だってせっかく女性に生まれたんですから、やっぱりその女性を楽しむ、私もその介護にも疲れで、コリコリやって、もうリフトアップになった時はもう本当にああ若々しく入れるんだっていうふうに思ったので、もうこれこそが私の使命である、これこそがみんなの助けになるって思って、もう遠慮なく女性を楽しんで女度を上げていただきたいなって思います。本当にね、今見てくださってる方も本当に走り続けてる女性の皆さんたちなので、起業したりとかお子さんを持ちながらでもやってる方なので、女性の本気をね見せていきたいなっていうふうに思うんですよね。限られたね時間の中で本当に昨日より今日笑顔で大事、生まれてきた使命っていうのは必ず
皆さんありますから、頑張ってまずは自分が輝くこと、そうするといろんなものが引き寄せられてくると思います。